はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ザ・ワイルド8の続きをプレイしていきたいと思います。前回は、グッバイローラですね、クリアしたので、あとはこの辺ですね。この辺を埋めながらで、ちなみにゲーム開始した時にこの進行度みたいなのが、わかるんですが、今 57% ぐらいでしたね。なので、まあこっち側に半分ぐらいあるんですかね、サブクエストが。はい、ということですね、マップを埋めてきました。この辺ですね。で、何もなかったんで、残りはこっち側ですね。こっち側なんで、ちょっと準備を万端にしていこうかなと思います。まずは、水晶装備を久しぶりに。水晶の剣、斧と、ツルハシ。水晶のアーマーとブーツ、45、65。あ？あら、こっちの方が強いんだ。防御力はまあ同じですけど、温度のことを考えるとこっちですね。こっちか。こっちにして、ブーツは、あ、ブーツはかなりいい。じゃあブーツだけ推奨ブーツで。よし、これで行こう。で、まずブリッジ1ですね。ここに行って。ブリザード。あれ？駐車場。よし。
久しぶりに来ましたね、こっちのエリアに。で、ちょっと寒いんで、ちょっとブリザードが収まるまで、あったか。で、クエストの目的としては、ケニコットにようこそですね。軍の町の北東にあるケニコットを見つけようなんで、こっちの方だと思うんですよね。でもまず下からチェックしていこうかなと。あえて反対の方から。落ちないように。あ、幽霊か。端っこですね。こっから調べていこう。不毛の地だ。しかもレベル2。ここでもう不毛の地になってしまうんだ。なんだろう、不毛の地に進めるようになるなんかアイテムみたいなのがあるのかな。うわ、なんだ、ダークマターが。でもこっちのエリアの方が探索しやすいですね。クマもいないし。待って、危ない。何かを発見しました。異常ポイント。ウサギ。あ、トラップ。おっかー。痛い。怖いな。
ピストル。生存者のメモ。頭が割れそうだ。誰かに頭を殴られた。後頭部に触ると今も痛む。ここはどこだ。1時間ほど前にこの小屋の中で目が覚めた。ちょっと見ただけで、ここからなるべく早く、なるべく遠くまで逃げなきゃいけないという気がする。部屋の中には奇妙な大きな檻がたくさんある。それには血の染みがついている。何の檻なんだ？これだ。あ、いる。しかもここ何？ブリザード守れないんだ。なんてこった。あ、かといって中に、あ、大丈夫、こっちは大丈夫だ。このウサギ。これだけか。これだけだ。あとないですよね。新たなクエスト？あ、どれだ？氷の下で、森の中で大きな渓谷を発見する。大きすぎるように見える。雪の中では見えにくいが、大きな金属製の建物のよう、建物のようなもののシルエットがかろうじて見分けられる。BGM が突然途切れるんだよな。下にうっすら見える、何かが見えるけど、
の下で。潜水艦。こんなところに潜水艦。ちょっとどうなってる？これ穴じゃないよね。あ、でも噴門？ん？ブリザードか、これ。あ、ちょっと寒いな。木を切ってくるんだったな。こんな下に多分生えてないと思うんで、早く上がってくれ。これだ。ちょっと周りを探索して、この地滑りは最近起きたようだ。この奥に何かがあるかもしれない。これ何？ダイナマイトの出番かな。ちょっと作ってみようか。ダイナマイト。あ、違うか。
BGM 急に止まるからほんと怖い。よし、大体見て回ったかな。いやー、見えない、暗くて。どこから。船長の日誌を見つけよう。何ですか？あ、これでさっきの、あ、なんだ？ピツタ？何？魚雷を発射？魚雷を。なんてのもあんの？あ、上に上がれるな。どうしよう。まず下か。いけない。ああ、バトルアーマー戦闘欲しいな、この2つは。すげえ大変これ、あの調べるの。トマトがある。船長のキーカードと船長の日誌地。
そのずっと前から乗組員は苦しんでいた。潜水艦に2週間ずっと乗っていれば誰もが疲れ果てる。また潜水艦は完全に動きを止めてしまったようだった。何かに衝突したのだろうか。もしそうであれば船体に深刻な損傷を受けているかもしれない。その場合はすぐに分かるはずだ。いや、これはそんな状態ではない。システムを起動しよう。あ、魚雷が入っていって、あ、これであれか、さっきの俺が爆弾ぶん投げた場所が、ダイナマイトぶん投げた場所が開いたのかな。船長の日誌に、9月の4日にありましたね。ここは陸地なのか、どうやって陸に上がった。一種の穴の中にいるのは間違いなさそうだ。海の何人かは、船の周囲を大きな影が歩き回っていた。その影は洞窟に住んでいるのか、今から行く洞窟にその影がいるのかな。嫌だな。捕鯨銃の弾薬、入っちゃった。よしよし。いや、何もいないぞ。あ、船長の日誌3、9月の6日、2日間外に出る方法を見つけようと頑張ったが、選択肢は尽きてしまった。閉じ込められたんだ。ああ、影はここに住んでいたんではなくて、我々をここにおびき寄せた。じゃあ俺も危ないんじゃないの。大丈夫かな。あ、船長の帽子、どういう効果が。50、70、あ、強いぞ。この特殊能力はなくなっちゃいますけどね。能力は高い。
ハープーンガン、これかな。今作れるようになったやつは。待てよ。アイテムが。ちょっと一回外に出て。あ、でもまだこれクエストクリアしてないな。ハープンガンを取ればクリアか。ちょっとこの辺にシェルターと、あれ、ショットガンの弾は出たけど、クエストクリアだ。ハープン弾薬とハープン、クジラや大型の魚を狩るのに使う。強そうですねこれ。あ、これは遠距離武器なのかな。いや、あ、遠距離武器にもなるし、普通に攻撃もできるんだ。あ、すごいな。で、待てよ、こいつを、ちょっと撃ってみようかな一発。これは大事にし、取っておこう。今作れるようになったのは、ああそうですね、これのことですね。よし、はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。